お疲れ様です。明日遅番なんで、明日の仕込みします。今日はね、仕込みっつっても、ただこのいつもの東丸の、うどんスープ、この出汁で、ご飯炊きました。まあね、本当はね、ここにね、なんだっけ、揚げ玉とかのせるとまたさらに美味しくなるんですけど、まあそんなこともできないんで、ほら、今日さっき動画にもあげましたけど、おこげいいですね。そう、ゆきちゃんのところ行かないじゃないですか。で、多分明日、今日食べない分、ゆきちゃんすごいお腹すくと思うんで、多分明日ちょっと時間かかるかなってあげるのに。で、ことによったらほらね、そろそろ丸尾も来るじゃないですか。なんか今日、なんかそのボランティアさんからまた再度メールが来て、なんかゆきちゃんにはね、シロちゃんをなんかリリースするとかってなんか近々って言ってたんですよ。で、ことによったらほら明日リリースするかもしんないんで、ご飯ねあげないといけないから、そうするとね、みんなにご飯あげるんで時間かかると思うんで、今日こうやって少しでもいいと思って準備しました。いい感じっすね。いいっすね。いい匂い。東丸って、関西のなんだっけ、おだしだからちょっと柔らかいんですよね、味付けが。炊き込みご飯とかも好きなんですけど、これもね、俺地味に好きなんですよね。綺麗にね、お米をよそってね。そう、炊き込みご飯にするとご飯がちょっとほらパサつくじゃないですか。だからね、これね、入れやすいんですよね、お米のねっとり感がなくなって。明日はこれに、また冷凍食品かな。遅番で猫活すると、開ける時間ないっすからね。できた。完成でーす。明日の晩ご飯の仕込み。東丸のスープの出汁で炊いた炊き込みご飯でーす。では、粗熱取ってレンジでチンし、あー、冷蔵庫しまいまーす。